はい、皆さんこんにちは、ヒロです。ゆかです。はい、というわけで今日なんですけども、皆さんにぜひ、本当は紹介したくなかったんですけど、絶対に紹介したいカードがあります。はい。どういうことかっていうと、うん、皆さんまずこちら、わかりますか？ブック。はい、こちらブックと唱えて出てきたこちらのバインダー、うん、もうこの時点で皆さん何かわかりましたか？そうなんです、アニメハンターハンターの作中に出てくる、うん、グリードアイランドっていうゲームですね。アニメの中の紹介だと、MMORPG、 いわゆるバーチャル世界に飛んで、そこでゴンやキルアたちが冒険をするっていうようなストーリーになってるんですけども、うん、その中でこうこのバインダーを出して、うん、カードでこうプレイングするっていうようなバーチャルゲームになっておりますね。でその中で特定のアイテムを手に入れないと、そのバーチャル世界から出ることもできないっていうようなアニメのストーリーになっております、うん、でそちらのゲームの中にあるカードゲームですねが、なんとこの現実世界に実はあるんです。それがこれハンターハンターの全スペルカード、うん、すごい。そう、うん、指定ポケット、原作にも登場しなかったカードたちも含めてですね、うん、140種類スペルカードも含めてですねっていう、実はハンターハンターの現実世界のカードが出てたんですよ、うん、で今日これをちょっと紹介したいのと、うん、であとこれの実はスペシャルバージョンっていうのもあって、うん、このパーフェクトセットと別にもう一個は実はあるんですよ、うん、でそっちには特別なカード、いわゆるレリーフ加工されたカードたちっていうのがあって、入手難易度 S ランク以上かなの原作のカードがレリーフ加工を施されて存在してると。でその美しさがとてつもなく半端ないんですよ、うん、綺麗、めちゃくちゃ綺麗、うん、しかも今じゃ入手が本当に難しくなってきてるんで、うん、今のうちにぜひ皆さん手に入れとっていただきたいなと思ったんで、今日ここでご紹介させていただこうかなと思いました。そうですね、知らない人のために一応補足でお伝えしておきますと、うん、アニメの中ではこういうジョイステーションっていうものがあります。かわいい、はい、こっちの世界でいうプレイステーションみたいなハード機ですね、ゲーム、うん、でこの箱にこのカードが入ってるんですけども、うん、こういう感じでね、コントローラー挿すとかメモリーカード挿すとこ、うん、で後ろがこうやって電源コード、うん、これ AC アダプターですね、メガネ型のと、AV 出力が入ってると、うん、で背面もちゃんとこう滑り止めがついてたりとかちょっとしっかりした箱になってますね、うん、でジョイステーションの文字で、この箱の中に開けたら入ってるっていう一応感じでした、はいはいはい、もうバインダーとカードしか入ってない感じなんですね、うん、でこれがパーフェクト、なんだっけな、パーフェクトコレクタブルセット、うんうん、っていう名称で売りに出されてる方で、うん、こっちのパーフェクトコレクタブルセット、うん、っていうやつと、もう一つハイエストコレクション、ハイエストコレクション、ハイエストコレクションタブルセットっていう2つあるんですよ、うん、でこっちのパーフェクトの方はいわゆるただの170種類、うん、でもう一つの方がレリーフ加工が施されたカードと、うん、一部限定カードが入ってるっていう一応システムになってます、うん、あ、じゃあ両方買わないと揃わないんだ。両方から買わないとこう全部揃わないっていう感じ。あ、そうそうそう。じゃあ早速なんですけど、とりあえずどれぐらいすごいかっていうのを皆さんに見ていただいたら、皆さんも欲しくなると思いますので、うん、はい、じゃあ早速全指定ポケットのカードやスペルカード含めて見ていきましょう、はい、では切り替えます。あのグリードアイランドをついに商品化、指定ポケットのカード全てを再現、 S ランク以上のカードは豪華チラシ用、さらにスペルカード40種、幻の未登場カードも再現成功、全140種を完全コンプリート。ブックを片手に劇的な冒険の軌跡をカードで振り返ろう、ジョイステーション型パッケージで君にお届け、ハンターハンターグリードアイランドパーフェクトコレクタブルセット、プレミアムバンダイで
2018年2月21日まで予約受付中。はい、それではですね、ちょっとまだ改装中なんですけども、うん、ここですね、このクリスタルボックスのところのこれですね、今日僕がメインで紹介したいのはまさにこの3枚まあ全部のカード1回紹介はするんですけども、うん、そう、これはビスケが欲しがってたブループラネット、ブラちゃん、そしてこれはもう知らずと知れた大天使の息吹、うん、どんな病気も病もね治してしまうという SS ランクのカード、そして一つ星の海岸線、これはいいね、そう、うん、この3つなんですよ、うん、今日特に紹介したいのは SS ランクね、そう、まあ、というわけでじゃあ早速これら含めて手元アングルでご紹介したいと思います。はい、というわけでね、まず1枚目こちらからご紹介させていただきましょう。これはいいね、思い出深いよね、思い出深いよ、リーザンとかね、一坪の海外線ですね、うん、これはね、そうレイザーのところで、うん、まずカードナンバー、そして一坪の海外線名前、そして SS ランクの、うん、こちらがですね、カード化限度化枚数といって、これはそのイベントをクリアしてもカード化できる枚数っていうのが決まってるんですね、うん、なのでこれは3枚なので、うん、全プレイヤーの中で3名しかこのカードを具現このカード化することができないっていう状態になってるんで、かなり入手が難しいと、うん、そしてこのレリーフ具合分かりますか、またあれ入ってるね、そう、うん、がっつりレリーフ全身に入ってますよね、飾った時にかっこよくないですかこれ、うん、キラキラ、特にハンターハンターでね、やっぱこのカードは思い出深いですよね、うん、僕は大好きな1枚なんですよ、うん、これと、でお次のカードがちょっとこちらですね、はい、これはね渋すぎて良さが伝わるか分かんないですけど、分かりますね、見る角度によって中のブラックホールの部分が渦巻くんですよね、うん、ブループラネット、そして真ん中のこの宝石ですね、むちゃくちゃ綺麗、最後ビスケがね、もう苦渋の選択の上に魔女の若返り薬と悩んだあげてちょっとネタバレになっちゃうね、そう、うん、いやもうネタバレの 年代でもないだよそう、ちなみに魔女の若返り薬は後で説明なんですけど、確か200粒ぐらい入って1粒飲むごとに一切若返りらしいです、うん、かなりあっちも魅力的な、うん、僕だったらあっちでやりましょう、いいかもね、絶対若返りの方がいいよ、ね、あれもやっぱでもそれぐらい吸い込まれる瞳のような美しさがありますよね、このレリーフ綺麗ですね、でまたこれ PSA とか BGS に出されてる履歴があったんですよ、あ、そうなんじゃ、そう、ただし、うん、まず10点取れないです、もう初期傷がすごい多くて、うん、これの10点とかを実は探してる人もいて、うん、そう、それぐらいこれは希少が高いと、いやだよな、かなりで、から出ないもんな、そう、で最後これも僕の大好きなカードの1枚ですね、じゃじゃーん、大天使の息吹のレリーフ加工バージョン、ゲンスルーが、そう、ゲンスルーがめちゃくちゃにされてプラハだったっけプラハを先に直してやってくれって俺は大丈夫ってとかねそう、貴重な大天使の息吹を、ね、2枚使ったのかね、2枚使いましたね、あそこで、もうこれもね、ゴンの腕がちぎれたのがリトルフラワーでね、両手捨てたのがこれで治ったっていう、やっぱリトルフラワーいいっすよねそっちハンターハンターに何か能力1個得られるって言ったらリトルフラワーでしょ、絶対いらん、絶対いらん、フロロのやつがいいな、スキルハンター、そうそう、いやいや、奪うのにめっちゃ条件がいるからね、まあね、そうよ、ドラゴンダイブでしょ、もうそこはちっちゃまあこのまず3枚見ていただいたわけですけど、どうですか皆さん、素晴らしいでしょう、クオリティが思ったら高いな、高い、うん、なぜならまあ元バンダイさんなんで、遊戯王を元ね一番最初に手掛けた会社さんなんで、それはもう、ああそういうことね、素晴らしい作りなわけですよ、さあじゃあ順番に見ていきましょうか、こちらですね、支配者からの招待の SS ランク、これめっちゃ綺麗、これはかなり綺麗です、すごい、うん、
ちょっと動画じゃ伝わりにくいんですけども、レリーフがゴリゴリで、うん、いいですね、うん、こちら引き換え券、そうですね、で引き換え券、これもレリーフ綺麗ですよ、全部レリーフ仕様になってますからね、うん、あ、見たかな、ちょっと順番がまちまちになってるのが申し訳ないですけど、うん、次メイドパンダ、これも可愛いですね、うん、レリーフ、うん、可愛い、これ原作あったよね、これも原作あった、ね、見たことある、シルバードッグで、シルバードッグ、うん、これも綺麗、盗賊の剣かな、うん、これは原作に出てない気がするんですけども、うん、あんまり見たことないこのなんかこの適当な感じの絵が良くないですか逆にこのシンプルな感じがいいですね、うん、影武者切符、これも見覚えはないですね、うん、まあでも綺麗綺麗、でも変わりたい人に渡すと変わってくれる、1000枚使えるっていうかなりいいカードです、1000枚新年の盾、新年の盾のレリーフ、綺麗ですね、イカワリの鎧かな、イカワリの鎧、なんだ、浮遊石、浮遊石って言うのかな、うん、これもまた綺麗ですよ、うん、でここから宝石が続きますね、ビオリオエメラルド、おー綺麗よ、ビオリオエメラルド、どうですかこれ、一枚一枚飾りたくなるの分かりますか、うん、好きなのね、うん、あ、出た、あ、出た出た、魔女の若返り薬、いいじゃんこれ、かもしれん、あ、100粒入りなんで100歳までしか若返れないですね、うん、で、自分の年齢以上飲むと死んでしまうので要注意という、うん、記憶はそのまま残る、めっちゃいいじゃん、すごいね、うん、このおばあちゃんの顔ですら綺麗に見えるもん素晴らしい、手乗りドラゴン、手乗りドラゴン、かわいい、これも綺麗、うん、で、リサイクルルーム、リサイクルーム、リサイクルーム、これも金色のレリーフが、うん、すごい綺麗、ちょっと伝わりにくいかもしれないですけど、遊戯王のレリーフレベル、うん、レリーフです、かなり入ってるな、うん、カメレオンキャットね、素晴らしい、うん、クルモンクッキー、クルモンクッキー、これはいらんな、死者蘇生、うん、死者蘇生ではない、それただのメスやあ、お前死者への往復ハガキ、あー、何すらなくなったの、亡くなった人のね、手紙が届くらしい、なんかそれはそれで怖いね妖精王の注意、これリフキですよ、いらない、うん、気まぐれ魔人、うん、これもレリフキで、どのカードを飾るかって言われた時にちょっと悩むんですよね、そうだね、黄金辞書辞典、そう、全部いいんですよ、うん、シュールだな絵がこのシンプルなこの雑なこの絵バナナとスイカがこうね、大きさがあんまり変わらんっていう、まあ、遠近法もあるんでしょうけど、木にスイカがそう、不思議が池っていうのかな、もうこれは不思議ですね、真珠石なんて思うんだろう、わかんない、うん、いやでもすごいね、まがまがしい感じがする、これなんかもいいかすしね、わからん、うん、わからん一つばの密林、これは海岸線の対抗みたいな感じ、うん、SS だもん、これも綺麗ですよ、なんで支配者の祝福か、そう、支配者の祝福、でお城のやつね、そう、うん、クイズ優勝の褒美としてね、城が与えられると、綺麗ですね、これも、うん、で、ああ、ヒロの好きなやつ、そう、これめちゃくちゃ強いスペルカード、プリズムですねS ランクで、ゴッドアイ、わあ。これ千年パズルか、あのメイソーだねメイソーメイソーあー、言っちゃいけんやつじゃないですかそうね、いやすごいすごい、想像以上、いやすごいでしょう、うん、で、実は今ご紹介したのがハイ、ハイリア、ハイ、そう、ハイエストコレクタブルセットの方で、いわゆるレリーフ加工の方、じゃあ通常版との差ってどうなんだかなっていうのをちょっと皆さん見ていただきたくて、これちょっと後でまた見るんですけど、これさっきの紹介した S ランクがこれ全部こうやってあの通常版の方にもあるんですよ、あ、本当だ、そうそう、これ全部同じカードですね、
じゃあ大天使の息吹ちょっと見てみましょうか。こっちが通常版ですね。わかりますかね。スーパーレアみたいになってるんですよね。なんかメタルっぽくてこう金そうな、うん、に対してこれですよ。あーレリーフが全然違うね。そう、うん、レリーフが全然違って、なんかこれちょっと正直分かりにくいカードでしたここじゃなくて、そうですね、あ海岸線とか分かりやすいかもしれないですね。これ見てください。これ全然違うの分かります。レリーフは。本当だ。ほら。チルッとしてるね。そう。こっちのね、パーフェクトの方も綺麗なんですけどね。やっぱりツルツル感があって。でこっちのこのレリーフ具合すごいですよ。特別なカードじゃけちょっとやっぱこっちの方がいいなと思ってしまう。いやそうなんですよ。なので皆さんにかなりおすすめなのはこっちのハイエストの方。でちなみにこれ。ハイエストちょっと実はお得な情報があって、うん、このハイエストセットは今1万円から、うん、まあ1万2万円切るぐらいで大体取引されてるんですけども、うんうん、なんとこれらの人気カードですね、うん、一坪とかそれこそブループラネットとか大天使、うん、これらの1枚の相場って今4000円とか超えてるんですよ。実は5000円とか。え、じゃあ3枚でも元取れるじゃん。そうなんです。なんで全部セットで大体それぐらいのお値段なんで、うん、これ3枚でもバラ売りでも元取れるぐらい希少価値が高いと、うん、ただ全部はいらないよって人も多いと思うんで、うん、そういう意味でシングル買い逆におすすめなところもあります。あ、うん、そうここはもうお好みで選んでいただけたらなと思うんですけど、多分やっぱね思い出深さもあるんでやっぱこう全部ね、集めたいっていう人も多いと思うんで、うん、まあさっきのここ S ランクのところなんですけども、あ A ランクも混じってますね。ごめんなさい。本当じゃ。これ番号が1番から順番になってますね、うん、まあ S ランクとかもあってこう目ぼしいのだけちょっと見ていきましょうか、うんうん、いや原作で見なかったようなカードがやっぱいっぱいあるんでね。あそこ全部あるんか。そう全てありますからね。ガルガイダーとかある。ガルガイアはあの実は指定ポケットのカードじゃないんや。あ、そうなんじゃ。石とかもそうなんだけど。あ、そっかそっか。あれはフリーな。フリーになるから。ただフリーポケットのカードはハイエストに実は入っとって。え、そうなんじゃ。ただの石とか、うん、ガルガイアも入ってる。あっちに。あ、まあ、そう。あとでお見せできます。うん。そうね。なんか特にこう。あ、リスキーダイス。そうだね、リスキーダイスとかトライモンとか懐かしいね、うん、これは確かシャルが、シャルがなんか、うん、持っとったよね。たえー、こんなんあったんだっていうカードもやっぱあって、うん、この辺はノーマルなんでね、光ってはないのも多いんですけど、うん、S ランク以降が光ってる感じですかね、はいはい、うん、ここはちょっと特にね。で、卵を切ると、うん、うん、次がね、こちら、うん、あ、金粉少女とかね、ありますね。で、少女系があって、うん、あ、これとかね、なんか確か、うん、ゴンがじゃんけんグーで落としちゃったやつ。キー叩くやつね。そう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 。あとはなんか見覚えあるのは特にないかな。うん、でもこうやって見るといっぱいあったんだなって、うん。え、めっちゃあるじゃん。そうそう。痩せ薬、気配薬とかね、いっぱいあって。あ、アレキサンドライト、そうそう、あれ、うん、金、あ、不幸か幸運かどっちかなるっていうね。で、ブループラネットもあって、あ、これとかね、真実の剣とかね、うん、最初なんかじゃんけんかなんかの決勝だっけ、大会だっけ、うん、うん、あったね。で、ゴーヌがずっとつけとったね、聖騎士の首飾りとか呪いも解くことができる、うん、すごい、なんかほんまに全部ある。そうそうそう、やっぱ懐かしいですよ ね、この辺のみんな、うん、で、そうそう、で、これが終わって、あ、ほら、元気になった村人とかね、チケット通行チケット、やばい、ある。あ、バブルホース、バブルホースとかね、これビスケットの特訓とかでね、うん、マリモツとか、あ、
グリグリだの音マグネティックフォース、チェズゲル。あー、なんか見たことあるかも。懐かしいね。へー、スティールオン、ゴンを攻撃キワじゃなかったっけ、キワあったね、ほんと。でも遊戯王とかが好きな世代ってこうハンターハンター被ってる人多いよね。うん、多分ね、これ僕の視聴者でも知ってる人多いんじゃないかな、ハンターハンターは。うん、いいと思う。スペルがね、いいですよね。そうそう。ディスターとかね、コンタクト。アカンパニー。アカンパニー、アカンパニーやっぱいいね。ね、喋る。ああ。ここからがね、フリーポケットに入っとった珍しい。はいはいはい。何の変哲もないカードたち。うん。めっちゃ作中だね、使ったりとか。そう、石とか。うん。スコップとかもね、作中で。うん。使ったり。あとはこれね。はいはい。ゲームマスターのみが使えるカードです。このエリミネイトっていうのはね、幻影団に対して。ああ。使った。リザーね。そうそう。いやー、すごいすごい。どうでしょうか、皆さんお楽しみいただけたでしょうか。うん、もう僕のね、超今おすすめのカードなんでね、これはね、ぜひほんと手に入れてみていただいたらどうかなという感じですね。マニアックじゃね。うん、はい、というわけで今日はね、ハンターハンターのグリードアイランドのカードということで、うん、ハイエストの方ですよ、ハイエストの方、まだオークションとかにもあるんで、皆さんぜひ今のうちに買ってみていただけたらと思います。うん、はい、というわけで今回こちらで動画終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね。欲を書いちゃダメだね。